部活始まっちゃうわよ。ちょっとおい、ちょ、待って、体力ないわね。あいつ足速すぎったろ。オーケストラ部に入部してから2週間が経った。失礼します。よし、こんにちは。大丈夫か青野。あんたほんと体力ないわね。りっちゃんはいつも元気だよね。だって念願のオケ部に入ったんだもん。俺は毎日慣れない部活に必死だよ。仮入部期間が終わり、夏の定期演奏会に向けてオケ部は本格的に動き出した。練習漬けの目まぐるしい日々が始まっていた。毎日朝と放課後、俺たちは教室と音楽室の往復を繰り返す。音楽室遠い。ここにも体力ないやつが一人。はい、それじゃあパート練習始めるよ。バイオリンはファーストとセカンドに分かれてください。それぞれ移動して合奏の練習を始めてください。どう調子。さてと、あれ、また人数減ってる。仮入部の時はもっといたと思ったけど。本当ですか。うん、私もパートの合奏練習に。うん、今日からみんなと練習して OK です。やったー。あ、ごめん、大丈夫橘さん。ごめんね、見えてなくて。それは私がチビだって言いたいの。あ、誰もそんなこと言ってないし。それじゃあ今日はカルメンから行こうか。ビゼーのカルメン。冒頭から速いテンポが続く曲だけど。青野くん、少しテンポずれてる。ごめん。大人数で音を合わせるのがこんなに大変だったとは。おい佐伯、譜面めくるのお前だろ。客席から見て遠くに座る奏者を裏、近くに座る奏者を表と呼び、主に裏が譜面をめくる。ごめん、譜面見てなかった。
何？ストップストップ、うん、そこ大丈夫？はい、すみません。それじゃ続きからもう一度。こいつ楽譜見ないで弾いたり、いろいろ適当なやつだけど、周りの音と合わせるのがうまい。あの時は全く噛み合ってなかったんだけどな。もしかして音が合わないのは俺のせいだった？くそ、こいつの隣で弾いてると自分のダメなところを見せつけられてるようだ。飽きぬ。私絶対海幕高校入りたいもん。ストップストップ、リツコちゃん少し遅いかな。はい、すみません。また演奏止めちゃった。じゃあ続きからね。5歳だけど。はあ、道理で。あなたは初心者だよね。うん。いつ辞めるの？は？さっきも一人部活辞めていったわよ。そうなの？私ただ部活を楽しみたいだけの人って嫌いなの。何よそれ。ん？おいおい、何揉めてんだあいつ。私別にそんなつもりで入ったんじゃ。そんなつもりなくてもみんなの足引っ張ってるのが分かんないの？りっちゃん気にすることないからね。春が怒るなんて珍しいね。だって立花さんりっちゃんにひどいこと言うだもん。気にしてないから平気。ありがとう。うわ、いい匂い。チキンカツください。はい、はい、どうぞ。熱々よ。どうも。うわっつ、ほんとだ。いただきます。マジか。ください、おばちゃん。はい、俺も、はい、俺も。うめえ。うまい、超うまい。オーケストラ部かい？みんな1年生かな。はい。原田くんたちの後輩だね。先輩たちしょっちゅう来てるよ。ほら、そこの細い男子2人、失敗しちゃったやつだけどサービスだ。しっかり食べて体作りな。ありがとうございます。また明日。りっちゃん食べるの超早かったよね。食べたら元気出てきたみたい。よかった。確かに立花さんに言われたことは超ムカつくけど、うん、いつか私もあいつみたいに弾きたいって思ったから。だからもっと上手くなって見返してやるんだ。あのさ、秋音？あ、お腹が膨れるとさ、眠くなっちゃうよね。え、あ、
ああ、みんなの足引っ張ってるのが分かんないの？え？あんたもう部活やめちゃったの？だって練習量とかめっちゃ多いしさ、私遊びたいもん。この音、やっぱりお前か。今日はいつもより早いじゃん。そう、まあみんなより経験が少ない分練習しなきゃいけないしね。何よ。いや、お前って下手だけど音はでかいよな。あんた喧嘩売ってんの？ちげえよ、バカにしてんじゃなくて、なんていうか、普通ならさ、自分の力がまだまだだって思ってるやつって音を出すのが恥ずかしかったり、みんなに気を使ったりして堂々と音出せなかったりするじゃん。でもお前は自分の音をどんな時でも精一杯出そうとしてるから、すげえなって思うよ。だからお前は自信持って弾いていいと思うよ。合奏ではできるところを頑張ればいいんじゃね。あんま背伸びすんなよ。わかってる。お前と音を合わせるのを楽しみにしてるよ。それじゃあセカンド、パート練習始めます。じゃあ今日もカルメンから始めようかな。だからお前は自信持って弾いていいと思うよ。合わせられた。うん、だんだん良くなってきたんじゃない？やった、初めて一度も止めないで弾けた。でも1年生テンポが少しずれてるかな、ちょっと遅いかも。はい。まあ誰がずれてるかは分かってるけどね。まあまあ。それじゃあもう一度始めから。はい。すみません、今の演奏ずれたの私です。足引っ張ってすみません。びっくりした。
大丈夫だよ。昨日より全然良くなってるし、その調子でね。さあ、始めよう。誰かが頑張ってる姿を見ると、自分も頑張ろうと思える。あー疲れた。バイオリン弾くのって結構体力いるよね。合奏練習はどうだった？正直今はいっぱいいっぱいって感じかな。でも音を合わせるのっていいよね。青野や春と一緒に演奏したいし、私ももっと頑張らないと。お前と音を合わせるのを楽しみにしてるよ。りっちゃんと青野くんってさ、なんでもない。どう部活？別に普通。そんなこと言って、リツコちゃんも一緒だからきっと楽しいわよ。青春って感じよね。はいはい、ごちそうさまでした。雨降ってるんだし、ジャージで行ったら？今日部活だけなんでしょ？バイオリンカバーしたし十分でしょ。おう、なんだ、この程度なら楽勝。全然小雨だし、行ってきます。やれやれ。小雨だからまだマシとはいえ、やっぱやだな雨。マジかよ。すげえ雨。まあでもカバーしてきて正解だったな。マジかよ。ああもうびしょびしょじゃん。楽器は湿気を嫌う。金属は錆びるし、木は湿気を吸って音が悪くなる。くそ、これだから梅雨は。お、バイオリンケース拭くのも大事だけど。お、原田先輩。自分の体もしっかり拭くんだよ。風邪ひかないようにね。先輩優しいな。おい佐伯、お前なんでこんなところで突っ立ってるんだよ。青野くん、もう練習始まるぞ。着替えてんの？雨で濡れたから着替えてるんだよ。お前それを先に言えよ。言う前に開けちゃうから。っていうか青野くん、キャーって普通逆でしょ。メガネかち割るぞお前。今開けたの誰？青野だったよね。本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。あんた春の着替え見たでしょ。いや違えよ、着替えてるの知らなかっただけだっての。ほっとごめん。ううん、気にしてないから。どんまいどんまい。オケ部ではたまにあることだから気にしないで。女子ばっかだし。米沢先輩って
まにあること。で、何色だった小桜さんの下着の色。うわー、最低。っていうか青野くん、なんでそんなにびしょ濡れなの？くそ、雨嫌い。それじゃファーストパートレーン始めます。今日は土曜日、授業はなく丸一日オケ部の練習日だ。この後鮎川先生が指揮を振ってくださるので、それまで合わせて練習します。はい。よりによって隣。海幕オケ部では曲によって席順やパートが変わる。ごめん、譜面見てなかった。あんたやる気あんの？よろしく。春に変なことすんなよ、春に変なことすんなよ、春に変なことすんなよ、春に変なことすんなよ。やっぱり朝のことはちゃんと謝った方がいいよな。あのさ、さっきのことだけど。さっきのことは本当気にしてないから、だからもうそのことには触れないでください。そうだよね、ほっとごめん。俺のアホ。それじゃあ練習始めます。大丈夫。それじゃあもう一度頭から。おっと、あのごめんね。いや、俺の方こそ。小桜さん、普段はおどおどしてるけど。演奏技術はかなり高い。佐伯にも負けず劣らずの演奏するんだよな。しかも合わせやすいし。俺嫌われてんのかな。これだから雨の日は。もう泣かないの、ハル。小桜さんってさ、フォルテ苦手でしょ？高校に入れば何かが変わると思ってた。でも実際は。